しました。こちらは空港第2ビル第2ロボットになります。空港第2ビルの次は静岡成田空港第1ロボットになります。これは列車の交換のために止まります。単線区間のため列車の行き違いのため止まります。この発車は10時52分になりますので少々お待ちください。